というわけでね、2号線沿いにあります、今日はドライブインアローズさんにやってきました。以前はね、焼肉定食だったかな、そういう感じのやつを頼んだんですけども、今日はね朝に来てます。朝といえば朝食いうことで、ちょっとね今日は朝食を注文してみようかなと思います。ちょっとなんかこの屋根がすごい印象的な感じかなとか思いますけど、はい、
すいません、ごちそうさまでした。よし、ごちそうさまでした。はい、ありがとう。500円お願いします。あ、500円で、はい、はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。また来ます。よし、はい、というわけでね、ドライブインアローズさんでした。また再びねやってきたわけだったんですけども、まあ、ちょっと朝食メニューがねめちゃめちゃ気になるということで今回いただきました。で、まあこれねまた後日ねまた行こうかなと思うんですけども、なんか宿泊できたりするらしくて、でこれが、まあ、また面白いことに時間関係なしっていうか、チェックインとかチェックアウトとか、まあ結構アバウトな感じで、まあおおよそ24時間、滞在24時間ぐらいできるらしくて、ちょっとねまたこれも面白いなと思います。懐かしのドライブインでございました。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。